どうもこんにちは。今日はですね、書籍のレビューをしていこうと思います。それは作品はこちらです。水野愛也さんのラブ理論、これを読んだので、まあその感想を、話していこうと思います。まずですね、この水野愛也さんっていうのは誰かっていうと、まあこれはこの本だけなのかな、この本のペンネームで、普段は水野慶也さんっていう名前で、活躍されている、まあ、作者の方で、かなり、ベストセラーを連発しているっていうことで、まあ、夢を叶える像なんかが、アニメ化されたりとかですごく話題になったのでご存知の方多いと思うんですけども、まあ、その方が書いたですね、まあ、恋愛ハウツー本ということになります。まあ、キャッチフレーズが恋愛体育教室ということで、まあ、この本ですね、まあ、言い方が合っているのかどうかわかんないんですけども、私は全然、学生時代からずっとモテてないのでですね、非常にこういう本大好きなんですけども、まあ、こういう本を読んでいて思うことはですね、例えば今でしたらインターネットで教材なんか販売されてる方も多いんですけど、大体がですね、まあ、外見がかっこいいというか、チャラいというか、軽いというか、そういう感じの、まあ、いかにもモテそうというか、遊んでそうっていう方が、ほとんどのようなイメージがありまして、そら、お前がやったらモテるだろうみたいなところが、まあ、ふんだんにあるんですけども、この水野先生はですね、まあ、学生時代は、まあ、男子校で育たれて、かつ、まあ、その、高校生まではずっと、まあ、ゲームセンター通いをしていたということで、女性と話したのはお母さんだけっていう、それぐらいのところからですね、まあ一年発起して、まあ、モテるようになったと、いうことを、まあ、順序立ててですね、書かれていて、なおかつ、まあこういう竹刀を持った、恋愛体育教師なんか名乗られてですね、まとめられた本になります。で、この水野さん自身がですね、恋愛ハウツー本を200冊以上読んで、かつ、トライアンドエラーを、まあ、した上でですね、まあ、確立された本なので、もうこれ2007年に発売された本ですけども、未だにですね、色褪せない、素晴らしさがあるんじゃないかなというふうに思います。なので、ぜひ読んでいただきたいです。で、この本を出した後の後日談も、私この水野先生大好きなんで、水野先生がおっしゃっているところの、まあ、文章を読んだんですけども、まあ、この本のサイン会をしたらですね、まあ、男前がずらずら並んでですね。で、先生のおかげでモテるようになりました。彼女ができましたっていう人がたくさん来たそうです。なので、もう実践さえすればですね、彼女ができるだけの内容は詰まっていると思います。で、先生が言うにはですね、やっぱりその、本来はモテない人に読んでほしかったのに、今まで行動してなかった男前が行動して結果を出してるのには非常に悔しい思いがあるっていうふうに言ってらっしゃるぐらい、まあ、ご自身がモテないところから、いかに、まあ、彼女を作れるようになったのかっていうことについて、本当に真剣に、語られているんで、これはですね、
本当にモテない方に読んでいただきたいと思います。で、本当にですね、この見た目なんかもですね、もう全然なんて言ったらいいんでしょうね、恋愛ハウツー本っていうことでもないですし、今でしたらもうAmazonとかの通販で買うことができますんで、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。それに今だともうこれ2007年の本なんで、だいぶまあ中古で買ったら先生にも申し訳ないんですけど、まあ、中古で買えば結構安価で買えますので、ぜひ読んでいただければなというふうに思います。で、この本の何がいいかっていうと、まず話がむちゃくちゃわかりやすいというか、面白いというか、例えがいっぱいあってですね、そういったところが非常に良かったです。で、まあ、僕は気に入ったところはいっぱいあるんですけども、一番わかりやすいのが、もう、上っ面カインドネスっていう、もう一番最初に出てくるテクニックなんですけども、女性が喜ぶ、上っ面な、なんて言ったらいいですか、配慮っていうんですかね。まあ、こっち書いてますけど、蓋キャップを代わりに開けるとか、車道側を歩くとかですね、レストランで椅子を引くとか、こういうのはもうテクニックとして、もうやれと。あなたの性格がいいとか悪いとか、かっこいい、かっこ悪いなんか関係なく、これはやらないといけない。もう暗記して、もう自然と出るようにならないといけないとか、そういう本当にもういいアイデアが、いいテクニックがいっぱい入っています。で、もう一つ僕がいいなと思ったのはですね、もういいところばっかりなんですけど、このモテるということは変わるということだ。デビュー理論っていうのがあるんですけど、モテるためにですね、自分を変えないといけないと。その時に、まあ、急に、モテなかったダサい自分が、いきなりファッション誌を読んで服を着たり、かっこいい服着たり、髪の毛を茶髪にしたりとか、まあ、ロン毛にしたりとかですね。そういうことを急にやったら、周りからバカにされたり、叩かれたりしてしまうよと。じゃあ、そういう時どうしたらいいかっていうことで、もうデビューする日を決めてですね、それを周りの人に全部告知をするというか、告白をするっていう、なんていうんですか、ステップを考えられてるっていうところがもう本当にすごいなと思います。例えば、今日、まあ、6月7日ですけども、7月1日からは、もう女性にモテるためにもうなりふり構わずやりますんで、その時は、温かい目で見てくださいとか、もしいい、女性がいたら教えてくださいとか、そういうテクニックがあったら教えてくださいとか、そういうのを周りの人に伝えることによって、まあ、自分が、まあ、女性に向けてのデビューですね、まあ、大学生デビューとか高校生デビューとか社会人デビューなんていうのがありますけども、それをまあスムーズにしていくのはそういうやり方があるんだなっていうことを聞いて、これは本当にもうビジネスにも使えることだなというふうに思いました。で、もうこれ話してるとどんどん話してしまうので、時間ばっかり経ってしまうんですけど、とにかくおすすめな本ですし、私はもう最後の後書きを読んでいただくだけでも、ああこの本面白いなって言っていただけるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひこの水野愛也さんのラブ理論、モテない方には読んでいただければと思いますし、私も読んでよかったなというふうに思ってますんで、よければ読んでください。よろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。さよなら。